清水お前、俺を守るために栽培マンに栽培マンに自爆されて、清水！はい、本日は黄昏古書堂にお越しいただき誠にありがとうございます。技術的なトラブルと、栽培マンとの戦いでちょっと配信開始が遅れてしまったことを深くお詫び申し上げます。プロデューサーから何か一言。ああ、もうすいませんでした。何らかの形で補填されてよろしくお願いします。結局原因は分からないけど、ちょっとまだ分かんないけど、まあでも大元のシステム側の問題じゃないみたいな、ちょっとしたバグがあったようなので、はい、新しく枠を立て直してというような感じですかね。はい、ということで皆さんお待たせして申し訳ございませんでした。こんばんは、黄昏古書堂の店主笠間淳でございます。今だに清水さん無事ですかって言われてるけど、無事、もう今この店内において半袖は彼しかいない。なんでそら冬もう12月始まろうかというのにさ。いつでもさ、まあ、どういうこと半袖帰りはさ、その上に一応あるんでしょ、まあ、上に着る、これで帰るかもしれない。マジですか。いやー、ほんとね、元気っ子がね、まあなんかスタッフというか、ミキサーというか、いろいろなことをね一手に引き受けてやっていただいてる。あ、確かに今日ちょっとあったかかったよね。俺も今日上着いらないなって思って、もう普通にこのパーカーで来ちゃったからさ。いやー、なんか冬はどんどん深まっているのに今日はとても暖かく、ね、なんでなんだろうね、これ清水うにょ現象みたいな感じじゃないのかな。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の営業は10月27日でございました。後半パートでは羊姿をお届け、あ、そうだったね、読書感想文コーナーをお届けしたり、焼き芋を食べたりもしました。そっか、焼き芋食ったのか。ああ、よかったっす。よかった。あれまだ活躍してるんですか。大好評。あ、本当。大活躍しましたね。いやー、声優は割と多分その自分の職に無関心な人は食生活乱れがちですから、ああいうそのもう自然のままの、なんか恵みをいただくというのは、かなり食いつく人は多いと思いますよ。ねえ、みんなあんなものはねなかなか食べられないと思うのでね、まあ、みんな喜んでいることでしょう。はい、そしてジングルではダミエでのセラあったね。そういえばお嬢様みたいなね、イエスマイロードみたいなやつやってた。あ、懐かしい。なんかもはや懐かしいですね。はい、前回ハロウィン放送ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。まあ放送的な意味で言えば、前回がハロウィン放送で、今月はまあ何にもその世の中のイベント的なものはあんまりなくで、来月はそれこそクリスマスにまあその世の中的にはね向かっていく感じになると思うんですけれども、みんなクリスマスの予定はあるのかい？どうなのかい？あるのかな？まあ後ほど申し上げますけど。12月の黄昏古書堂、もう言っちゃってもいいか。12月はですね、クリスマスイブに開店いたしますので、はい、まあ僕は、クリスマスイブをこの店で迎えることになりそう。配信後におまけ等々を取っていれば。はい、おそらくクリスマスイブをこの店で、迎えることになると思いますけれども、20イブイブですね、23に、放送いたしますので、まあでもなんか次の日とかまたなんかあるの、配信が何かしら。あ、なんもないんだ。あー、じゃあもう朝までやっちゃうか。あ、そうそう、12月23日で OK でございますので、はい。まあ、もし皆さんからの応援がお声がたくさんあるとするならば、24日まであ、でもそれもいいかもね。あ、まあ俺のスケジュールが許せばだけど、はい、そして皆さんそのスタッフ一同のスケジュールが許せばだけど、大体、はい、今まで、日をまたいで配信をやるのは、はい、誕生日の時のみだったけど。11時50分から配信ですので、何曜日になるのかな、23日って。金曜日か。じゃあ、暦通りにお休みの方までもしいれば、土曜日の朝、だから、行けないことはないみたいな。あー、なるほど。狂気のクリスマス。いや、狂気だね。確かにね。みんなでクリスマスイブを迎えましょう。いや、もうなんか寂しい配信だ。でもなんか男4人だったら寂しいと思うよ。だけどみんなと一緒に過ごせるのであれば、まあちょっと考えておきましょう。はい、というわけでオリジナルアニメ「リベンジャー」にて栗間雷蔵役を担当するのが発表されましたね。ありがとうございます。おめでとうございます。もう血へどを吐きながらやらせていただいておりますよ、あの作品はね。で、先日公開されたように、脚本をうろぶち先生が書かれるということで、まあ、かなりね、重厚かつ、面白い内容になっていると思いますので、皆さんぜひぜひ、楽しみにしてお待ちいただければというふうに思っております。はい、なのでよろしくお願いします。そして、こちらも先に紹介しちゃおうか。映画「ザ・ファーストスラムダンク」にて三井寿役での出演が発表されましたということで、ありがとうございます。こちらもありがとうございます。まあ本当に僕自身ね、昔からずっとバスケをやってて、でリアルタイムで読んで、アニメも見てての世代なので、こう。なんだろうな、本当毎回「おめでとうございます」ってやっぱ言われるんですよ、現場で。で毎回それで言うのが、まさか三井を演じさせていただく世界線に僕がいるとはっていうお話を、もう本当にね、とっても素晴らしい作品になっているので、謙虚に、そして、いただいたお役ということでね、大切に演じさせていただきましたので、ぜひ皆様お楽しみにしていただければというふうに思います。そしてイベント関係、有言朗読劇「生命、道成寺伝説」よりということで、ともくんと、そしてゆうさん、そして久保ゆりかさんと一緒に出され、この座組楽しくてね、めちゃくちゃ楽しくって、ほんとね、座長という意味では、まあ、生命役の僕だったんですけれども、やっぱりこの場の雰囲気を和ませ、そして盛り上げてくれるのはやはり久保さんでしたという。はい、とってもね、場を盛り上げていただいて、座組を盛り上げていただいて、本当にそのエンターテイナーというか、声優さんとしての久保ゆりかさんのね、凄さをね、まざまざと見せつけられた思いがしましたね。我々3人組、本当ずっと恐縮しておりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。って感じでね、そして、二松学舎大学の総演祭、こちら学園祭にね、翔ちゃんと一緒に、参加させていただきましたね。これもなんか楽しかったね。なんか学生さんたちの青春の中にこう参加させていただいたような感じで、すごくね、幸せな楽しい時間でした。こちらもまたね、来年以降どこかの学園祭お邪魔したいなと思いますので、もし関係者様いらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。そしてまだまだあるね、王ジャンin 名古屋、こちら松本拓也さんと一緒に、はい、参加させていただきました。王ジャン参加したよって人どのぐらいいるかな。あれも楽しかったな。なんか楽しいで、やっぱりね、こうマッサンと一緒に行く全国津々浦々ってとっても楽しいので、またね、広島を第2もうボリューム2としてね、広島やりたいねっていう話もしたんですけど、たくさんいらっしゃる。ありがとうありがとうありがとう。でしかもね、お見送りというかサイン会というかもさせてもらったので、あそこでこうやっぱり一言二言でなりますけど、そこで話させていただくことがね、なんか本当に嬉しくって、なんか一人一人皆さんの顔を見ながらお話をさせていただきながらね、こうこういうこの方たちがいつも応援いただいてるのかって思うとね、かなり感慨深いものがあって、僕もね大好きなオージャンイベントなんですけれども、またどこかでやりたいなっていうふうにも、福岡にもねぜひ、福岡も行きたいしね。そうそう、京都来てほしい。そうなんですよ。ね、一番俺と松本さんの間で言ってるのは京都行きたい、京都行きたいって言ってるんですけど、まあそもそもその王ジャンって王様ジャングルっていうお店があるのがほど近くの大阪なので、なのでその前に大阪ですわっていつも言われてるんですけど。なんですけど、まあちょっと足伸ばして京都行こうよみたいな話もね、なんかいろいろしておりますし、どこかで、またやると思いますので、その折にはぜひ参加いただければと思います。そしてこの間ですね、深町くんの V バラゲスト出演、海田くんと一緒にさせていただきました。こちらもね、なかなかやっぱこう深町くんの初の冠番組ということで、深町くんかなり緊張してというか、こう責任感を感じつつやられてたんですけれどもね、とってもいい番組になっていきそうだなっていう感じで、でなんかそもそも深町くん自身が VTuber さんのことを全然知らないっていうことだったので、まあ、その番組を通してたくさん VTuber の方々を知っていって、 VTuber っていうその世界をねもっと知っていくっていうテーマのある番組らしいので、あれもねまたぜひ。海田君と一緒にまた出させていただければなって思っております。はい、というわけでね、まあその他何かお話あればっていう感じなんですけれども、まあ前半のトラブルもあったので、はい、ちょっとここは後々のふつおたのところであるとか、後半パートであるとか、まあさらにそこで話したりなければおまけパートであるかと。そういうところでちょっとお話しさせていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この黄昏ご指導、前半30分は誰でもご覧になれます。後半30分はチャンネル会員限定の営業となっております。後半の会員限定パートでは星のことの葉の生朗読の続きさせていただきます。ご希望の古書をお探ししますのコーナーもお届けいたしますよ。そしていつも通り、古書堂の様子を映像付きでお届けいたしますと。というわけで、始めていきましょうか。はい、それでは黄昏ご指導。開店いたします。これね、人が描いた絵じゃないんですよ。これお便りもいただいてたんですけれども、何だったっけ、 AI ノベリストじゃなくてAI ノベリストは俺たちがおもちゃにして遊んでるやつだけど、何だったっけ、AI にいろんなこうそれこそ要素を書き込んで、それで AI が書いてくれるみたいなやつですよね。それで書かれた店主らしいんです。そう、どういうオーダー出したらこのイラストになる、気になるよね。絶対黄昏古書堂でこれは出てこないだろうから。そう、黄昏古書堂で一回書かせてみたいけどね。どんな感じになる。でもなんか、でも黄昏古書堂なんか結構良さそうな絵が。まあそもそも店主というよりかは店の、風景とか外観とかが出そうですけどね。はい、そのうちまたやってみたいと思います。というわけでありがとうございました。それではまずはこちらのコーナーをお届けいたします。お便りは小説よりもきなり。このコーナーいわゆるふつおたです。まあいつも読んでるからいいか。まあでも今日もしかしたら初めて聞かれるっていう方がいらっしゃるかもしれないからね。初めて聞かれる方はちょっとお聞きいただければと思います。皆さんの周りであった出来事、僕にお伝えしたい出来事、僕におすすめしたいお気に入りの本などなど何でもお待ちしております。また今月お便りテーマは文化祭、学園祭となっておりますということで、じゃあちょっと見ていきましょう。ではどれからにしようかな、こちらから、ちょっと待って、これじゃないな、はい、ふみさんからいただいております。ふみさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店主の笠間さん、店員の皆さん、こんばんは。先月の羊服笠間さん、本当にありがとうございました。最高のハロウィンになりました。ありがとう。今月のテーマが文化祭、学園祭とのことでメールを送らせていただきました。私が通っていた高校は農業高校だったのですが、学園祭に向けて野菜や果物、お菓子などを販売用に収穫製造して、みんなで準備販売をしていました。毎年1万人近くお客様が来校される大イベント、すごいね。準備なども授業の一環で真面目にいかないと単位を落とすことになるので、サボる子はおらず、体育大会よりもクラス一致団結していました。普通の高校のように私たちが当日楽しめるものではなかったのですが、みんなで遅くまで準備して、当日には生徒たちが接客、呼び込み、列の整理、最後にはお金の計算といったことなどをするのがとてもやりがいを感じましたと。社会で働き出してからこの学園祭での経験が本当に役に立った場面が多かったです。なるほどね。ここ数年はコロナ禍ということで開催できてないようですが、来年こそは開催してほしいなと思います。寒暖差の激しい日々が続きますが、笠間さんや店員の皆様、お体にはご自愛くださいということで、ありがとうございます。これ、だから要するに当日楽しめるようなものではなかったけどっていうふうにふみさん書かれてらっしゃるっていうことは、それこそまあでも俺もした記憶は全くないし、絶対してないと思うんですけど、よく言われる文化祭の後になんか焚き火を囲みながらみんなでダンスするみたいなのをよくアニメとかで描かれるじゃないですか。あの経験ある人いるの？ないよね。あれはなんでああいう表現があるんだろうな。あ、そうそう、高野菜的なね。高野菜ってないよね。高野菜ありました。そうなんだ、すげえ。マイムね。あります、ないです。ある人とない人が結構混在。焚き火はなかったね。アニメの中のお話。高野菜ダンスとかやってたんだ、マジで。すごいな。でも高野菜あったっていう人も結構いるね。フォークダンスとかね。しかも広島の方。マジで？ちょっとそれってさ、何？好きな人誘っちゃったりするの？どうなんでしょう。好きな人が回った。そうか、こう誘ってチームっていうか、こうコンビ、違う、なんかそのなるわけではなくて、回るんだ、みんなじゅんぐりと。っていうか、じゅんぐりっていう言い方はみんなわかるよね。よかった、方言じゃなくてよかった。そうなんだ。ってことは、じゃあもうあと2人行くと気になる人とかって思ってるのに、じゃあ次最後1人って思ったところで「はい、終わりです」みたいなあったりするの。好きな人と踊れた。今から高校行ったらダメかな。それ元彼が来たら来ます。確かにね、確かにね。どんな顔して手つないでダンスを踊る。お前とのダンスはもう踊り尽くしたよっていう。フォークダンスなんて生優しいものじゃなかったかな、貴様とのダンスはみたいな。青春という名のダンスをよみたいな。なるほどね。それは確かに気まずいな。やばいな。青春したいとは。青春したいよ、本当に。確かにね、高校行こうと思えばね、行けるからね。いや、いいな。じゃあそっか、あれだもんね、声をかけて、その2人なんか2人のグループ作ってっていう風になっちゃったら、それは不公平なところも出てくるかもしれないからね。それは確かに、みんな1人ずつこうじゅんぐり回っていく感じなんだと思いますけど。店主さん、青春好きですね。好きよ、超好き、本当に。今話長えな俺。今いつでも戻っていいよって言われたらどっからするかな。でも高校かな。高校かな、やっぱり。高校で恋バナ好きですよね。好きで、めちゃくちゃ好きなんだよ、本当に。好きな先生が出店に買いに来てくれる。ちょっとそれめっちゃいいじゃん、最高。でもダメだ、もうダメだ、戻れなくなる。戻れなくなる、ダメ、戻れなくなるって感じ。シンジ君ダメ、戻れなくなる。はい、次行きましょう。ふみさんありがとうございました。続きまして、はい、あさみさんからいただいております。あさみさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。風間さん、店員の皆様こんばんは。今月のテーマが文化祭ということで、中学生の時の文化祭のことを思い出しました。一緒に回っていた友人たちがお化け屋敷に入ろうと盛り上がっていたのですが、お化け屋敷が苦手な私は怖いからここでみんなが戻ってくるの待ってると伝え、そのまま待っていました。わかんないよ、これから先まだ読んでないから、はい、俺と入るみたいなことがあったらいいなって思ってる今。ようわさみみたいな。何一人で待ってるの？いや、俺は一人で入ろうかなって思ってたんだけどさ、よかったら一緒に入る。うんじゃないで。はい、続きを見ますね。その時、当時かっこいいな、素敵だなと思っていた同じ部活の先輩が、あれ？一人なの？と話しかけてくれました。憧れの先輩に話しかけられ、どぎまぎしながら説明すると、似たようなもんじゃん。怖くないって、お化け役全員俺の同級生だから一緒に行こうと、勢いそのままに手をぎゅっと握られ、お化け屋敷に連れて行かれました。正直怖くてそれどころじゃなかったのですが、先輩は一度も手を離さないで最後までぎゅっと握っていてくれました。お化け屋敷を出てニヤニヤしながら待っている友人たちと合流する前、改めて先輩にお礼を伝えると、もう一度手を優しく握って「高野菜のフォークダンスも一緒に踊りたいな」ととびきりの笑顔を落としていきました。ちょっと待って、鼻かみたい。ちょっと鼻かませて、鼻かみたいよ。初めてだな俺、黄昏胡椒堂配信中に鼻をかむの。失礼、ミュートはしない、あえて。で、とびきりの笑顔を落としていきました。高野菜のフォークダンスでは、順番が相手で変わっていく、ああなるほどね、相手で変わっていくのですが、ようやく先輩との番になった時、ニコニコの笑顔で「こいつすげえな、やっと来てくれた、踊れなかったら寂しいなって思ってた」と話してくれたのが忘れない。お互い告白する勇気はなかったと思うので、その後関係が進展することはありませんでしたが、今でも私の大切な思い出です。だっていや、この先輩さ強くてコンティニューしてるよね。絶対そうですね。いや、こんなこと言えんの？ちょっと現実の話かって。いや、ちょっと俺も思ったそれ。マジで嘘。いや本当にね、これをネームとして編集部に持ってったらベタすぎるからやめろって多分編集部に言われるレベルだよこれ。マジ？はあ、一緒に入ろうって言われてお化け屋敷を探索した後、フォークダンスも一緒に踊ろうよ。すごいな、こんなつよつよの高校生イケメンじゃないと絶対無理な言動っていやこれはちょっとやばかったっすね。なるほど、ありがとうございます、あさみさん。今はね、まあ、その先輩とはつながりが切れているのかもしれないですけれども、いやーそうですか。ちょっとごちそうさまでした。はい、そして初めてお便りをいただいてる方かなもいらっしゃったので、こちらもご紹介させていただきます。これは多分ね、あれだな、学園祭とか文化祭のことじゃないな。つぶあんさんです。つぶあんさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。風間さんこんばんは。前回の羊飼いをきっかけに視聴を始めました。その際披露されていた読書感想文がとても良かったので、お便りを送信したいと思いました。私はもともと本を読むのが好きでしたが、夏休みの課題に出る読書感想文はとても苦手でした。わかるわかる。当時書いたものを読み返してみても、いやいや書いた形跡が見えてきます。そんな中、前回の笠間さんや他の方の読書感想文を聞いて驚きました。感想文の対象の本を読んでいない人にも分かりやすい上に、その本を私も読んでみたいと思わせる魅力がありました。その結果、取り上げられた本をいくつか購入しました。おお、いや、そういう形でね、なんか文化的にお客様方の文化的なこう面白さというか、文化的な生活がレベルアップしていくのは非常にありがたいね。いや、まさに計画通りってやつ。はい、今まさに読んでいる最中です。もちろん笠間さんおすすめの本もありがとう。そこで質問なのですが、笠間さんが感想文を書くにあたって意識したことを聞いてみたいです。また、文章の構成の仕方や言葉選びなどもどうやって身につけてきたかも教えていただけたら幸いです。自分も好きな本や作品をおすすめするにあたって文章力を磨きたいです。なるほど。あ、まあでも、意識したことはやっぱりまあ、文章って基本的に、まあ、今テキストを読む文化ってどんどんなくなってきてるから、あったとしてもそれこそ140文字ですよ、うん、ツイッターのね。だから、割とこうそれなりに長い文章を読むっていうか、長いテキストを読む、生活ってなかなかみんなしないくなってきてると思うから、だから意識したことは、僕が脚本を書く時と一緒です。次の文章を読みたいって思ってもらえるように書いたということが、意識したことで、構成の仕方や言葉選びなどはね、俺はね、確実にね、好きな作家さんの影響をかなり受けてると思います。なんかちょっと書きながら硬い文章とかテキストを書いているのに、急に砕けた話し言葉みたいなのが入ってくるとか、俺その手法よくやるんですけど、それまさにおついち先生がやるようなことなんですよ。だからかなりね、その空気感とか文章の書き方ってね、俺めちゃくちゃおついち先生にはね、めっちゃくちゃ影響を受けてると思います。うん、で、あとはなんかね、こういうふうに書けたらとか、こういうふうに文章構成できたらとか、話すことを要約できたらいいんだろうなって思うのは、やっぱりね、村上先生ですね。春樹先生ですね。おしゃれだから。で、あの人の場合はやっぱりなんつうかな、こう行ってみたい世界っていうか、まああの人って大体喫茶店が出てくるんですけど。ビートルズがかかってるだけど、リアルに行ってみたいっていうで、なんかこう想像できてしまうっていうおしゃれ感っていうのはかなりね、村上先生の文章にはあるので、ああいう風に文章を書いてみたいなと思いつつ、まあでもやっぱりね、一番好きなのはやっぱね、まあ、おついち先生なので、おついち先生の書き方にはね、めちゃくちゃ僕は影響を受けてると思いますね。はい。まあおすすめするにあたって文章力、まあおすすめする、どうかな、人に本を勧める時、これ良かったよって言われて、で、まあさっきも言ったようにテキストを読むっていう文化がなかなかない中で、これ面白かったよこの本っておすすめしても、なかなか読んでくれない気もするからな。だからまあ、どれだけその文章力とか構成力とか要約力がなかったとしても、どれだけ多分ね、熱意をね、どれほど面白かったかっていうのを伝えられればね、おお、なんかちょっとなんか読んでみるかとか、あとは2人一緒にみんな多分ね、文章を読むことにはかなり縁遠くなってしまってるかもしれないけど、本屋に行くことのなんか楽しさとか心躍る感じは多分みんな持ってるはずなんですよ。だからちょっとこれから本屋さん行ってさ、なんかお互い本選び合ってみないみたいなのはいいかもしれない。で、そんな中でこれ前読んだんだけどすごい良かったんだよねっていうのは、それは言葉で伝えるだけじゃなくって、表紙も見てもらえるし、結構ね、割と小説ってジャケ買いもかなりあるので、うん、なんかこうジャケットを見てもらって、で裏表紙にはね、やっぱり要約っていうか、そういうものも書いてあるので、なんか一緒に本買いに行って、なんかちょっと本屋さん探検しないみたいな感じで。お友達誘ってみる方がなんか良さそうな気はしますね。うん、まあ、もし、採用いただけるのであれば、ぜひぜひ試してみていただければというふうに思います。はい。というわけで、たくさんのお便り、まだね、これ以上にもね、たくさんお便りいただいてるんですけれども、まあ、本当に、とっても皆さん、心を込めてね、書いていただいている文章をたくさんいただいたので、全部、目は通させていただきました。ありがとうございました。というわけで、来月のお便りテーマなんですけれども、おー、来ましたね。来月お便りテーマは、クリスマスです。クリスマス。また楽しみだね。どんなクリスマスエピソードを皆さんがテーマメールとして送っていただけるのか。はい、ぜひとも楽しみにして待ちたいと思います。もちろんお便りテーマ以外のお便りもお待ちしておりますよ。以上、お便りは小説よりもきなりのコーナーでした。いや、いいんだけどさ、なんか毎回「おおそうだったそういえば」ってなるよねこの終わりのエンディングテーマ。はい、というわけで、ジングル用ファンアートもありがとうございました。僕のね朗読の時の格好と、そしてこの間のイベントの時の格好、はい、書いていただきました。お帽子買い方ありがとうございます。いやちょっとね僕思ってることがあって、王ジャンではね毎回なんか帽子系かぶっていきたいなって思ってるんですよね。なかなかねその帽子かぶったりニット帽かぶったりってなんていうかな、例えば配信番組で帽子かぶるってまあやられてる方いらっしゃいますけど、でも自分の中でちょっとハードル高いし、かといってなんかイベントでまあ配信の枠も取っててなんか配信でも見られてっていうところで帽子をかぶるっていうのもなんかちょっとハードル高いんで、なのでね王ジャンはね何かこう自分が今まで表ではやって皆様にお見せしてない格好みたいなのは見せたいなっていうふうに思ったので、王ジャンはね割とそれでいけたらいいかなっていうふうに思ってます。あとコメントで肩出しの人たくさんいらっしゃって、またあれ流れましたね。肩出しの方たくさんいらっしゃいましたかってありました。たくさんいらっしゃいましたねありがとうございます。ガン見させていただきましたよはいたくさんね本当それこそ山本真人先生のさ表紙のせいですよあれの女の子が肩出しをしてたので僕が限界化してしまいまして、そうたくさんね肩出しの方いらっしゃいましてありがとうございました。僕が言ったくだらない一言を覚えていていただきありがとうございましたはい、また何か接触イベントがある時は気温が許せばまた肩出しぜひしていただければありがたいなっていうふうに思っております。ありがとうございます。というわけであっという間に前半パート終了のお時間です。この後はたそこしょチャンネル会員限定でお届けいたします。後半会員限定パートでは星のことの葉の生朗読の続きとご希望の古書をお探ししますコーナーをお届け、そしてここたそがれ古書堂の様子を映像付きでお届けいたします。営業は月1回となっておりますが、それとは別に営業終了後に収録した閉店後トーク動画をチャンネル会員の方限定で毎月お届けいたしております。シルバー会員以上の方には絵本の読み聞かせ動画も別途お届けいたしております。これはだからさっき撮ったやつかな。そうですね、次あるのはね、ちょっと絵本じゃないけど、はい、童話系かな、ね、はい、M 先生の童話ですね、はい、はい、というわけなのでぜひお楽しみにしていただければと思います。感想などは随時ツイッターハッシュタグたそこしょにてお待ちいたしております。そして告知なんですけれどもまあ近いところで言えば本当に12月4日、サイド M の横浜公演がありますので、皆様もし現地に駆けつけてくださる方々とか、あとは配信でご覧になる方々とかたくさんいらっしゃると思いますけれども、そちら私、レジェンダーズの葛の葉めい子役として参加させていただきますので、ぜひとも「あ行くよ」ってありがとうね、ありがとうありがとう。なんかね最近本当に涙腺が弱くなったのもあるんだけど、俺ライブで特に全体曲を歌ってる時にお客さんを見ちゃうと泣く病にかかっちゃってて、マジでね、うるっとくるんですよ本当に。でしかもやっぱりサイド M って本当にもうその一歩先へとか、一緒に行こうとか、こうもっともっと先へっていうような歌詞もあるから、なんつうんだろうな、ここ最近のあの流行り病での、まあ我々、役者陣も不安な日々たくさん過ごしてるし、悲しい思いもしてるし、でお客さんたちっていうかプロデューサーさんたちもね、不安な、漠然とした不安な思いとか悲しい思いってたくさんされてるだろうなっていう中で、あのサイド M の全体曲の歌詞を皆さんを見ながら歌ってると本当に泣きそうになるんですよね。なんかね、本当なんて言うんだろうな、多分当日はまあなかなか挨拶もね、長い話はできないんで言えないと思うので、ここで言っとこうかなって思うんですけど。なんかそうやって皆さん日常をこう、まあそれはサイド M に限らずね、他のコンテンツのライブとかイベントとかもそうなんですけど、本当に辛い思いとか不安な思いとか悲しい思いをされてる日常を過ごしてる、まあ楽しいこととか幸せなこともたくさんあるけどね、だけどそういうその生活の一部をこう切り取ってというか、その生活の一部を一つこう消費して俺たちのパフォーマンスを見に来てくれてるアイドルたちが輝く姿を、俺たちじゃないよ、アイドルだからね、アイドルたちが輝く姿を見に来てくれてるっていうのは本当ね、それはね、死ぬ気でパフォーマンスっていうか、死ぬ気でダンスも頑張って死ぬ気で歌も歌わないといけないなって思っちゃうんですよね。だからそれに足るものをね、皆さんに4日お見せできればいいなっていうふうに思っておりますので、ぜひぜひ我々のね、パフォーマンスというかステージの上でのお芝居というかっていうものをたくさん楽しんでいただければというふうに思っております。はい、いやこれ言おうか言うまいか迷ったけど、まあでもちょっとね、言わないとやっぱ我々は声の役者なので、表現者なので、言葉で伝えたいなっていうふうに思ったので、なんかもうちょっとだけ話させてね、本当にね、みんなの顔見て、目を見てるとやっぱみんな一人一人のね、日常っていうものがこう透けて見える気がするんですよ。お仕事頑張ってんだろうなとか、学業頑張ってんだろうなとか、まあもしかしたらお仕事も学業もやられてなくって、いろんなことを頑張ってて、今充電期間の方もいるかもしれないし、そういう人たちのなんか日常がその向けていただいてる表情とか目の奥に感じられる気がして、すごくね、だからこそその大切な時間を、大切な日常をこう切り取っていただいて、ここに来ていただいてるとか、あとはまあ配信の人は見ていただいてるっていうのがあると思うので、本当にね頑張ります。なのでぜひお楽しみにね。まあこんなしんみりした話だけど、でもまあライブ当日はとっても楽しんでいただければ、日常のことはしばし忘れて、プロデューサー業のお仕事に勤しんでいただければと思いますので、はい、お楽しみいただければと思います。そして、NK プランニングさんのシナパーですね、龍尺先生の、朗読会、こちら、ファルゾーが潜入するんですね。はい、なのでぜひぜひまあファルゾーと会うことはないかもしれないですけど、はい、そちらの方も楽しみにしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。こちらはちなみに12月17日でございます。はい、これ何書いてるの？ああ、オッケーオッケー。先ほど申し上げました通り、次回ですが12月23日金曜日の21時からの営業予定です。それではここで姉妹店舗のご紹介。今画面に出ておりますが、どの店舗も前半は誰でもご覧になれますので、ぜひとも合わせてお楽しみくださいということでね、新しい番組が増え、はい、そして、大忘年会をたくちゃんのお店でやると、私としょうちゃんとしげちゃんで12月27日。あ、そうなんだ。もう大丈夫？大丈夫かな。みんなに見せられる絵になるかどうかわからん気がするんだけど。でしかもそれだけ多分人数がいるとすれば、もしかしたらちょっと配信時間も増えちゃうかもしれないねみたいな。配信時間伸ばしたいなと。ああ、たっぷり特大号になるかもしれないということですね。はい。はい、どうぞよろしくお願いします。というわけで、それでは数分お店の休憩を挟んでまた再開いたします。ここまではたそがれ胡椒丼の店主笠間淳がお届けいたしました。ありがとうございました。清水！